送電網整備先送りのつけ、東京東北電力管内に逼迫警報と日経新聞が伝えております。東京電力ホールディングス管内と東北電力管内で電力不足に陥る恐れが強まり、政府は初めて電力需要逼迫警報を発令したと。22日の停電は回避できたものの、関西方面から電気を送り不足分を補うなど、緊急時に欠かせない広域融通で脆弱さがあらわになったと。今回の逼迫直接の原因は16日に東北地方で震度6強の揺れを観測した地震により、6基の火力発電所の停止が続いているということなんですね。電力が足りなくなれば中部電力や東北電力から電気の融通を受ける。今回地震で供給力が落ちている東北電力方面からでさえ一時最大80万キロワットの融通を受けた。ところが西側からの融通は60万キロワットにとどまった。停止している火力1基分しか補えない規模だった。中部電力と、東京電力の間の送電線地域間連携線は210万キロワットの容量がある。このうち120万キロワット分は随時送電され使われている。さらに30万キロワット分は点検中のため、空き容量は60万キロワットにとどまった。周波数を変換して東日本と西日本の間で融通し合える電気の量をどう増やすか、東日本大震災を教訓に一定程度は進んできてはいる。もともと120万キロワットだったが、21年に210万キロワットまで増加。さらなる増強も計画しており、27年度末までに300万キロワットまで増やすということなんですね。はい、これやっぱり根本的に、まあ、やっぱ今回の大きな問題というのは、火力発電所が地震で使えなくなってしまったというのが一番大きい、はい、であとはやっぱ寒くなっちゃったっていう、うん、寒くなると暖房需要で、そうですね、まあ、電気もいっぱい使うので、はい、まあ、しょうがないんじゃないかなというのはあるんですけども、はい、やっぱその根本的にそのベースとしてやっぱ原発が動いていたら多少余裕も生まれていったんじゃないかなというのはありますよね。はい、だってその今回その天気悪いから太陽光も日中使えなかったわけですよ。うん、そうです。だからこそやっぱ安定して供給できる原発の重要性というのは、うん、はい、より認識されたんじゃないかなというふうには思うんですけども、うん、今回回避しちゃったから、うん、あ、やっぱ電力は足りてんじゃんみたいに考える反原発とか、うん、はい、脱炭素勢力がやっぱ出てくるんじゃないかなというのはありますね。石炭火力もね、うん、フルに動かしてほしいなと思いますし、そうですよね、本当どういうふうになってるかちょっとまた国は情報公開してほしいなと思うけれども、うん、まあ保守の人はあまり言わないんだけど、はい、結局大手電力、東京電力とかはじめ大手電力がやっぱ規制緩和してなくて、あそこだけがボロ儲けする仕組みになってるんですよ、うん、まあ、簡単に言うと、はい、だから本来はもっと規制緩和して参入できる体制にして、エネルギーをもっと分散して、うん、いろんなやり方ができるような形にしておかないと、値段が上がるときに儲かる仕組みになってるのもおかしいし、うん、だから その時に別の会社があれば下げてできるっていう形になるんだけども、原価積み上げであれば全然もうそれは、うん、儲かる形になってるんですよ。だからそれはもう全然、これは本当保守の人は言ってないん、まあ、基本的にその、うん、中途半端な自由化をやっちゃったんですよね。そう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 、売電業者が増えたんですよ。そうなんですよ。売ることはできるけども、うん、作ってない業者がいっぱいあって、そうなんですよ。だから作って売るならまあ別にいいんですけど、その通り作ってなくて、結局それはだから大元なんか東電とかが、うん、東電から買うしかないっていう状況になってて、うん、でその小口契約はいろんなところで、はい、今なんか楽天電気とかアナ電気とか個人的にね、ありますもんね、売りますっていうところは。だから東京電力私辞めたんですって言うけど、うん、結局それ東電から買ってんですよ。そうなんですよ、はい、だから、東電だけ絶対ボロ儲けする、まあ、関東で言えば仕組みになっちゃってんですよ、うん、それをやめなきゃいけないんですよ。そこを東電じゃなくて本来別の会社を入れたりとか、だから本当は原発でしくってるわけだから、うん、あの時に本当は一応普通どの会社でも大きな失敗したら社長が悪くなかったとしても、うん、分けなきゃいけなくなるんですよ、うん、会社を。それはみんなに迷惑かけたってことで、うん、だから東電のせいじゃないっていうのはあるかもしれないけど、いやいやそれでもみんなに迷惑かけてああいうふうな形になっちゃったわけだから、それは一回分社化しましょうとか、うん、そういうふうにならなきゃいけないけど、そこで責任も取らないで給料もあれだったし、
でしれっとね4年後ぐらいにすぐ給料の水準もすぐ元に戻して、もう友達いるか分かるんですよ、はい、いやもう元に戻りましたよみたいな、まあ、後輩がいるから分かるんだけども、まあ、だから本来あのこれ自体はあの直すあの分けなきゃいけないことなんですよ、うん、自由化 してないんですよ本当は。でこれ自由化、はい、そのだから結局その自由化の問題っていうのは、販売するとこだけはしてて、そう多分その作る方はしてないんですよ。そう多分その送電網とかの問題が出てくるんですよね、うん、じゃあそれどこが管理するんだっていう問題が多分あって、はい、だからそれはなんか従来はその大手電力がやってたから、はい、まあ、なんかその一括でできていた部分がありますけれども、はい、今なんかその中途半端に自由化やってるから、うん、その辺もちょっと混乱しちゃってて、はい、だからなんかよりその10年前と比べて今の方が複雑になってるし、うん、よく分かってないという人が多いじゃないですか、ね、自由化したい風で実際の大事なとこしてないんですよ、うん、で電気代も上がってるし、そう、まあ、これ燃料の高騰もありますけど、はい、もう再エネ賦課金とかでもう、うん、まあ、これ民主党政権以来ですけど、はい、ずっとこう金額が上がり続けてると、そう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 いうのがあるし、いや本当これ規制自体が一番まずいところで、うん、日本はやっぱ公務員と電力会社と銀行の給料は高いんですよ。銀行国際的にもちょっとだから水道自由化とか言うんじゃなくて電力のこっちの方の自由化を本当に議論すべきことだって思うし、うん、知ってる人はこの話知ってるんですよ、うん、本当にあの売る業者が増えただけで作ってる方と送電の方とか全然変わってない以上、うん、東電だけが儲かる仕組みになってるっていう、なんかエネルギーを輸入してる業者とかは、うん、まあ、作ってたりするんですよ、うん、なんかあの石油とか、うん、なんかその辺を扱ってるような会社とかは、はい、まあ、その電気作っていたりするんですけども、うん、まあ、それはやっぱりね東京をじゃ賄えるかって言ったらそんな発電量ではないですし、はい、ただやっぱその新規で参入するの難しい業界ですよね、うん、これは。そうそう、発電するにしてもじゃあ発電所を新規でどれだけ作れるのかとか、うん、じゃあその燃料も輸入してこないといけないし、はい、となるとやっぱある程度大規模でやった方が、うん、まあ、効率はいいのかなというのはありますしね、まあ自由競争は僕はあるべきだと思うし、うん、でみんなが選べる、東電じゃなくて別のところも選べるよ、うん、だから中部電力も入ってくればいいじゃんというふうにしちゃったりして、うん、その中にまたでかい企業が発電やりたい、トヨタとかがやりたいだったらそれでそれで僕はやればいいと思う、で再生エネルギーとかから入ってきて、でも東電を通さずにできないっていう仕組みになってる以上、うん、これはできないっていうふうに僕は思うし、まあそれやっぱ結局送電網とかの話になってきますよね、うん、そうだからアメリカのやり方をある程度入れて、うん、やってほしいなと僕はそこは思いますけどね、水道自由化よりもこっちの方が重要じゃないのって、うん、そうじゃないと、ね、いや今やっぱ高いんですよね、はい、この電気代も、うん、なんか僕の家も漏電してるんじゃないかっていうぐらい今電気代高いからねいや電気ガスも上がるじゃない、はい、電気が上がったらだから分散はできないんだけど、うん、値段を下げることはトータルでできないんだけど、ただ節電してくださいって時にガスヒーターがあったり、あとその石油ファンヒーターが家にあれば、うん、一応節電はできるわけですよ、うん、エアコンは使わないわけですから、うん、だから皆さんは、エアコンと、ガスヒーターと、石油ファンヒーター、うん、分散して節電しなきゃいけないときはそれガスヒーターにするとかっていうできる、うん、やり方を、そもそも節電しろっていうのがおかしいんですけどね、そもそも、うん、そもそも論で言うと、で今後も出ると思うんですよ、うん、そうこれ下手打ってる、政府がずっと下手打ってるんですよ、そう、はい、今これすぐに解決する問題じゃなくて、まあ、地震があったから一番やっぱ動かないのがあって、うん、まあ、これからちょっと寒さは緩和されていきますけれども、うんうん、夏にもあるしね、うん、そう夏は今度エアコン需要も増えていきますし、まあ、暑ければ暑いほどみんなつけますからね、うん、そう、うん、だからオール電化っていうのは絶対無理だし、必ずガスか石油ファンヒーターをやっておくべきだと思うし、うん、で不動産屋の契約書がっていう人必ずいるんだけど、うん、賃貸のね、いやそんなの節電してくれとか311の東日本大震災とか、うん、例外があったわけだから、例外があったから今対応してるし、うん、政府が節電お願いしてくださいって言ってるから、それに協力する意味で石油ファンヒーター家に置いてんですよと言えば、うん、大家だって基本的にまあ、それは一時的に仕方ないねっていうことになると思うんで、うん、なのでそこら辺は大家との付き合い方でもあるし、国に僕はこう協力して政府に協力してんですよと、うん、風邪ひく必要はないわけですから、うん、だからガスヒーターとか、石油ファンヒーターを置くっていうのをちょっと、やって
こう弾力性をね持ってた方がいいかなっていうふうに僕は思います、はい、ガスヒーターってどうなんでしょうね。あのガスヒーターってこう、うん、引き込み口がいるじゃないですか。あります。ガスの引き込み口、はい、ああいうのってあんま賃貸にないっすよね。あ、一応言うと、1万5000円とかで工事してつけてくれます。でガスヒーターマジいいよ。うんうん、いや僕もなんか昔実家で使ってましたね。ああそう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 、はい、あったかいし、あったかい、あの燃料補給いらないから、うん、そうなんですよね。石油ヒーターはね、あの燃料補給なんやねんと。もう子供の時からいつもさ、子供の役だったから親からさ、亡くなったら行ってこいとか言って車庫まで行ってしぶしぶし寒い中いや今はさ電池でガーって入れられるからいいけど、はい、あの止まるやつでね。そう僕もあれこの前初めて使ったんですけど、うんうん、感動しましたね。あれいいよね。あの電池でこう勝手に組み出してくれて、昔さ、はい、しぶしぶしぶしやっててさ、あれなんかオーバーしません？そう、だから最初さ見てて全然来ねえな仕組みまでって思ってでちょっと見てないでブシャって毎回手腐ってまたこぼしてって怒られてさちょっと油断してる間にそうですよね、バーンって出るんで、はい、そう今止まるからさ、はい、いいよあれ。あれめちゃくちゃいいですね。本当にあれドクター中松が作ったか知らないけどはい、あれあれ、もう電池でね、そうあの今できますから。そう今は電池になったけどね、非常にいいなと思いますけど、はい、まあね、あの、うん、やっぱこれ玉木さん、うん、あの国民民主党の玉木さんが言ってましたけど、うん、節電より発電だと、うん、そういうので、そうやっぱりあの今大事なのは、うん、もう原発だって、原発だってそれすぐに動くものじゃないんですよ、はい、うん、だから今言ったところで、ね、じゃあ明日動くかって動くわけじゃないし、うん、はい、まあ、今まだその点検の過程とかがあるから、うん、はい、なかなかそのすぐにできるもんではないんですけども、うん、じゃあこれから夏を見据えて、うん、また電力需要が、はい、増えてくる、うん、時に向けて、うん、しっかりもう早く動かすと、はい、いうのはもういち早くやっていかないと。そうですね、また節電とかしたくないですからね。そうです、だってクソ暑い時に節電してくださいって言って、うん、いや無理無理無理、うん、夏は無理だよ。冬はまだ1枚余分に着るとかあるけど、はい、夏は風邪くんなんか全裸なんだ。いやいや、これ以上1枚余分に脱ぐとかないですからねそんなこれ以上脱げないとこまで行きますからね。一般の大人であれば、はい、やっぱその身だしなみっていうのがありますから、うん、はい、やっぱ脱げない領域というか、うん、やっぱもう下は短パン、はい、上はもう T シャツぐらいのものをキープしておかないと、うん、はい、厳しいですからね、はい、そうやっぱ熱中症で死ぬ可能性もありますから、す、ね、いやエアコンっていうのはもうマストで必要になってくるんじゃないかなと、はい、あとはもう石炭をね全力でやると、うん、石炭はやっぱ世界中どこにもあるものだから、うん、やっぱ石炭発電を無視するのはちょっとおかしいよと。だってあれじゃないと調整できないですからね、うん、石炭もしくは天然ガス。そうで天然ガスも今ちょっとこう供給が不安定になりそうなので、そうそう供給不安定ですからね、うん、まあ、アメリカとまあ買うって契約してアメリカからもどんどん入れるって形にしておかないと、うん、やっぱロシアと中東ってね、そうですね、不安定なとこしかないから、不安定すぎるっしょ、うん、本当いや危険、うん、まあ、だからそのある程度太陽光もやったらいいと思うんですよ、うん、はい、それやっぱ日中は発電できるし、うん、天気が良ければ結構発電できるので、うん、ただ今逆の問題も指摘されていて、うん、今もう作りすぎちゃって、うん、逆に無駄になるんじゃないかっていう、うん、使い切れずに太陽光とか、まあ太陽光はね、あれ、まあ、効率が悪いんですよね、まだ現状ではね、うん、風力もね。だから、あれは、やっぱボーナスラウンドとして、普段はもう石油と原子力と石炭とガスとで回して、それは安定して数読めると、うん。読めない分の太陽光に関してはいくら作ってもいいと。うん、で、それをできた時は水素に転換して充電しておくと。うん、あ、なるほど。そう、そう今そういう方法もありますからね。そう水素で貯めとくと、うん、それで水素の自動車をちょっとずつ作って、うん、あのもう水素やらないと僕はちょっと、まあ、トヨタを応援したくはないんだけど、うん、僕はトヨタ前からそんな好きな会社じゃなかったんだけどでもやっぱそう水素で行くしかねえなっていう気が僕はしてるんですよね、うん、だからその結局あっちのねあの風力とかあっちでできた分をどっかで貯めとかなきゃいけないとしたら、うん、水素にするということしかないんじゃないかなというふうには思いますよ。そうですね、まあ、水素も、はい、エネルギー貯めとかなきゃいけないんだから、うん、それなんで貯めとくかったら水素かな。ただ僕思ったんですけど回りくどいなって思うんですよね。回りくどい、そう結局なんか一回ある電気を水素に変えちゃってっていう、うん、この工程、はい、それならもう最初から原発と、うん、火力でいいじゃんっていう、うん、太陽光、そうですね、そう太陽光と原発と火力でいいじゃんっていう気もしちゃうんですよね、うん、だからガソリン車は残すべきだっていうのはあるし、うん、やっぱ電池とね一緒のハイブリッドも
正しいと思うし、うん、EVEV ってみんな言ってるけど、うん、リチウム電池発電してねえからな、うん、そうどっかから発電したのを持ってきて電池にしてるわけだから、はい、なんかその今回の件で結局電力ねえじゃんっていうのは分かったわけだよね、うんうん、本当そこがあるわけですよ。やっぱハイブリッドですね、はい、ハイブリッドであればもうねいけますから一応ね、はい、うん、ただまあハイブリッドやっぱコスト高いんですよね、うんうん、そう納期も遅いし、はいはい、全然来ないっていう